手塚三森は、平安時代末期の武将。諏訪神社下社のハフリベである金指氏の一族。手塚別党の子。兄に、金指森住。通称は太郎。源平清水記では、品の国諏訪軍の住人と記されているが、近年の研究により、館跡ややぶさめの遺構、三森の母台を弔った、五輪塔や寺跡など、 手塚市関連のものが多数残されている点、山梨県の大前寺に所蔵される、三枝市系図などにより、三森をはじめとする手塚市は、上田市の手塚地区を本拠としていたと推定される。しかしながら、現代において、上田市、手塚地区に、手塚生の家系は存在しない。石川県加賀市、手塚町は、手塚太郎三森にちなんで、手塚町と付けられている。 自称四年、源義仲が挙兵するとその帰化に参加し、有力な武将の一人となる。従営二年、篠原の戦いに従軍。その際に、斎藤サ盛森を討ち取った、斎の逸話は、平家物語において著名である。平これ森の十万の軍勢は、栗から峠の合戦で、源の義仲軍に大敗北する。これ森は兵を引き加賀国の篠原で立て直すも、 篠原の戦いで敗北し、総崩れとなる。斉藤サネは老齢であることを隠すために白髪を、墨で黒く染め、平これ森に願い出て、総大将が着る、錦式のひたたれを着用し、平家一騎のみで奮闘する。手塚三森は名乗りをあげるが、相手は、お主を疑っているわけではないが考えあってのこと、名を名乗ることはできない。近くに寄れ、戦おうぞ手塚。 お前は、火の本一の力自慢と組んだことを名誉と思え。打ち果たした三森は、不思議な、平家の総大将の首を下げ、吉中の陣に帰ってくるなり不思議な戦いの経緯を説明した。そして首実験もできずにいた。その首を、樋口金光に見せた。金光はこの首には、覚えがあるが、サネ森ならすでに七十歳を超えているはず。これを聞いた。 木曽義仲は、もしやと思い自覚の池で首を洗わせた。みるみると黒髪が、白髪に変わった。名を名乗らないことも分かった。その人物の首は、木曽義仲が生まれて2歳頃で、命の恩人の斉藤さねだった。木曽義仲は、人目もはばからず声を上げて泣いた。義仲の家臣も三森も敬意が分かり涙したという。樹齢三年一月、源。 のりより、義経の追悼軍と戦い、主君義仲と共に戦死。最後まで義仲に従った四騎のうちの一人であったという、大御国合わずで討ち死にした合わずの戦い。平家物語、厳平清水期では討ち死にとなっているが、義仲の各市状によると、手塚太郎三森は、怪我を負いながら、今の大阪手塚山まで逃げてきた。 手塚山に数年滞在するうちにおめこを儲け傷が、いえ、信濃の基礎に向かい樋口金光の維持とき金と再会し、観音堂を建立し、吉中を弔った。手塚三森は、今の基礎町福島で最高寺を建立し住職を、置き、今の松本市吉川にて、村井城を築城市城主となるが、着死熊大丸に城主を譲り身を引く。その後、 吉中の維持の吉重は、西名の養子になっており、源の吉中の維持、西名吉重の補佐をし、今の長野県北安住郡、池田町の白九城を築城宿間大丸と、樋口時金で固める。しかし、樋口時金は失脚してしまう。大阪府松原市上連寺、池内墓地墓地中央に迎え地蔵堂がある。その手前に、十世孫。 手塚太郎源三森と刻んだ墓石が祀られている。手塚三森の子孫はなお手塚から手塚に変えて、手塚三森を供養している。伝承、手塚三森の晩年、樋口時金の子孫が、樋口康二である。ありがとうございます。